はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。フォローアウトするアクトですね。やっていきましょう。いろいろヒントをいただきましてね。また戻っていきますよ。どんどん戻っていきますよ。あららららら、市場も閉まってんだね。まずね、一つは、カンテッリさん。この方が、うろちょろしだすと、中毒とか、禁断症状出てるみたいなんですよね。その人に、サイコをあげるのもいいか、いいみたいですね。で、あとね、シーグレイブさんと、シーグレイブさんもね、いただいております。で、あとね、誰だっけ、デッキにいるおじいちゃんね、デッキに行くっていうおじいちゃんは、昼間かな。で、3時で帰ってくるという話があるんで、あ、鑑定でいたね。生きるかい？なあ、早くしてくれよ。あ、切れ本かかっ当だ。てるんだ。一発決めないと。ほら、サイクだよ。ありがとう。こいつがないとな。カルマが低下してます。じゃあね、ポーリー。そうか、こっちもだ。どうなんだ？開けたら。やだ！お、何？刺しちゃうんだ。あ、中毒症状で渡しちゃってダメなんだね。でも悪党だね、やっぱりね。びっくりしちゃって、いきなりだったから。あ、こんなことなんだ。さあ、これで一つ終わりましたよ。 じゃあ、あとね、あとなんだろう、あと、そうそう、胸糞グローブあるんで、お気をつけくださいというのと、あと、シーグレイブズさんのとこだね。私、シーグレイブズさんのとこでやること忘れてるみたいなんで、ただね、シーグレイブズさんの部屋がどこかわかんない。もう忘れてますね。これ、教会だね。ここだっけ？あ、ここだ。いる？なんか、いたらまずいな。この PC、関係ないそうです。関係ないそうです。ベッドの下にね、あるそうなんで。あ、あった、ホロテープ。シーブレイズの過失を示す手紙。おお、これはもう解像度悪いもんね、この この 実は私やってるのは、これアナログ入力でやってるんでね、キャプチャーがね、だもんで、まあ言い訳なんですけど、ですんでね、9、なんだい？ 5 対 4？ だっけ？ 4 対3か。アスペクト比がね、16対9になってないでしょ。これもそういうとこなんですよね。データで、これか、これか。これで2度目の、何々だな。ホームズ、こいつは、俺の最後のお願いだ。俺たちはかつての友、仕事の相棒じゃないか。俺はただこの商品をリベットシティで売りたいだけだ。あの街では何とかのために奴隷が必要だろう。パラダイスフォールズにはお手柄にゃ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 、奴隷がいる。昔はお前が捕まえたウエストランド人を売ってくれたじゃないかと。あ、売ってくれたじゃないか。お前が、暴走する前の話だ。善人ぶるのよせって。昔みたいに組んで一儲けしようぜと。これバノンさんに持っていくんだね。わかりました。 じゃあ、とりあえず寝ますか。とりあえず寝ないといけない。あ、シーグレブズさんだ。ただいま準備中だ。何が用かい？いい男みたいな感じだね。あんたがドリルと一緒に仕事していることを証明するって、こんなん言っちゃダメなんだね。じゃあまた。はい。さあ、もう皆さん、お眠なんだね。こっちはおじいさんだね。あ、研究ラボ行ってよかったかな。ドクター・リーさん。ドクター・リーさんのね、部屋のベッドがね、ダブルベッドになってるんですよね。ダブルベッドになっててね、そこ寝放題って聞いたんで、あ、ここで寝れるか？あ、寝れない。
寝れないね。皆さん吐く息でねえんだね。器用だね。あれ、ちょっと道分かんなくなってっけど。あら、これは、あ、ドクターリーの部屋だよね。あ、いるわ、ドクターリー。いたら寝れないんだよね、私ね。起こそう。こんにちは。てか、あんたドクターリーじゃないじゃない。またお会いして嬉しいわ。あんたホテルの支配人だろ。そっちで寝なよ。おい、寝るぞ。あ、よかった。取れたね。今1時ですね。7時間寝ましょう。何、人のベッドで勝手に寝てんだい。もう私も寝ちゃうけど。はい、よく寝ましたね。さあ、閉まったでしょ。あ、閉まったね、うまいことね。さあ、市場に行ってバノンさんに、バノンさんにね、あのホロテープのことを教えてあげると。これが終わるとあとじいさんだけだね。じいさんは昼から甲板に出るみたいなので、とうとう、よいしょ、いないの。あのおっさんいないのか。困ったな。座って待っててやろうか。来ないね。2時間待ちましょう。来ないね。あ、いた。オートマク洋服店にようこそ。よく言うよ、もう。よいしょ。フォートマック洋服店にようこそ。前にも来たことがあるね。買うものが決まったら教えてくれ。シーグレーブの部屋で手紙を見つけた。奴隷商人からだ。本当か。それはびっくりだ。本当にびっくりだよ。その手紙のことをすぐダンバーに知らせるんだ。そうすりゃ奴が議員になるなんて夢のまた夢だな。でも私が頼んで探させたなんて言わないでくれよ。仕返しされたくないんでね。ダンバーっていうのはあれかな。近いうちまた来てくれ。ダンバーっていうのはあのうろちょろしてるセキュリティのことでいいのかな。あ、違うね、これは。うん、どこにいんだろう。あ、いた。俺は勤務中だ。はい、いいですよ、と。危険な人物がいる。え、そう。自分のものを取られたら取り返しに行きな。撃たれたら撃ち返す。あんたじゃないんだね。ダメなら対策を考えるために私が自分で様子を見に行かなくては。うん、違ったみたいだね。じゃあね、あのなんとかっていう人かな。ダンバーってなんだ、聞いたことないんだけど。これはあの子供だね。あの子供だ。喋っちゃダメな子供だ。よし、じゃあ行きましょう。さあ、これで、えらいロード長いね。フォールアウトにしては珍しい。この人かな。ハークネスだ。何か問題でも。あら、出てこないね。ダンバーって誰だ。近になってくれてありがとう。ダンバーって誰、ダンバーって誰だろう。人の名前じゃないよね。あらら、あなたには用がない。アッパーデッキ、さらに、あ、アッパーデッキじゃないわ、間違えちゃったね。
さらにもっぱず高いところに行くと集まりがあったよね。あそこかな。このゲームあれなんですよね、スカイリムと違ってクエストはメインとかぐらいしか出ないんですね。ピンカートンの話と独立宣言、そうだね、本当にちっちゃいクエスト出てこないみたいなんですよね。このもう一個上が、もう一個上にね、ブリッジタワーのもう一個上か。あ、いや違うね、ブリッジタワーだね。まあここはちょっと昼からね、おじいさんのおるつるしろおじいさんね、あの人の話もあるみたいなので、いやこれでもなんか違う気がするな。俺は勤務中だ。あ、ダメでしょこれ。え？ね、ダメだね。道に迷ったみたいで助けてくれなき、あ、道に迷ってみたいで助けなくなるか。どこで治療寝られる場所は？はあ。休憩室はただだけれど、ベッドは汚い。デッキ中央部にある。広々としたベッドがたくさんある部屋。すぐに見つかるよ。寝て疲れを癒したいならベラウェザリーから部屋を借りてくれ。彼女はアッパーデッキにいる。違ったみたいだね。じゃあ後で。違ったみたいですね。ダンバーってなんだ？これさらに上に行ったらいけんの？あ、いけるね。あ、これ誰？あ、セキュリティか。さらに上行けんだね。で、あ、これ出たらアッパーデッキっていうか、あの甲板になるんだろうね。こっちもそうかい。あ、リベットシーだからそうだね。こっち行ったらどうなんだい。まだ行けんだね。おお。あの前いた補佐官みたいな人はどうなんだろう。あ、これもリベットシーに向くんだね。何？はい、自分はジョーンズ新兵であります。ああ、新兵、フライトデッキで緊急安全装置が作動した。うっさ。デブ、お前の言い分は？新米落ち着け、武器を射殺しに来ただけだ。許可者以外は入れません。さあお願いです、あなたを撃ちたくありません。さあ、あら、そうなんだね。デブ、お前の言い分は？私はこの武器店を警備しております。さあ、武器店？あ、そうなのね。ああ、撃たれるのこれ上がったら。掃除機、お？ふんふん言ってっけど、あ、人が、声が全然違う。あ、この人だ。俺のことはほっといてくれ。え？俺のことはほっといてくれ。おう。あなたどこ行くの？もう散歩行った後かい？俺のことはほっといてくれ。甲板に行きゃいいけどね、この人ね。入港許可確認、お進みください。やあ。え？俺のことはほっといてくれ。テンションが全然違うんだよ。本日も我が軍に栄光あれ。あのボーボーいうのはね。あ、この人はもう降りていくんだね。しまったね。
甲板から出た後なんだね。あーしまったね、もう帰るわこの人。じゃあ私はもっと上に行っちゃいましょう。であと甲板で待つか。ダンマーってなんだ、ダンマーって何なんだろう。ここは何だっけ。あ、ここ入っちゃダメなんだね。ベリーハード。こっちはまだ上まで行けんだね。ご機嫌いかが。いえいえ、どういたしまして。あー、ここまで行ったらさすがに取るあれになっちゃうんだね。あ、リベットシティ。え、ちょっと待って、今マーカーの向こうに赤いのがあったね。どういう意味なんだろう。敵いんのかな。あ、違うね。さっき赤かったからびっくりしたんだけど。あなたは？俺は君。また同じこと言ってんだね。バイバイ。どうなってんのここ。あ、あそこは先週切り離された選手でピンカートがいるんだね。あえ、あのじいさんここにいるの？ロペスさん、これ落ちたら終わりだよ。もうこれ上位には上がれないもんね。ちょっと待ってみる。もう2時なんだ。あーそうか、ちょっと待ってみる。3時間待ってみよう。おお、いた、ロペスさん。俺のことはほっといて。俺のことはほっといて。ちょっと待ってえ、ほっといてくれ、ダメなのかい。もうロペスさんのクエストはアウトなのかい。あんたも長いことここいるね。このエリアに何か問題は。いや、ないでしょう。でまだいるの。いるね。へえ、赤くなってた、何だったんだろう。いるのかいいるんだね。3時間いないことないロペスさんは何なんだ。あ、ちょっと時間来てるよね。この辺で終わっておきましょう。フォールアウト3、この辺で終わっておきます。うっ、あ、びっくりした。あんたまだ、あんたか、あれか。終わっておきたいと思います。ありがとうございました。